ちょっと僕、鍵盤ライブしていいですか、今。喋りながらやります。鍵盤ライブ。鍵盤。うん、ピアノ弾くだけです。僕はピアノ弾きなら喋れるんで大丈夫ですよ。エリア書みたいな。ああ、6ですね。6つの。はい。うん。やっぱりプレイボーイじゃないですか。はい。まあまあそんなことも。ちょっとすごっ。なるほど。いやちょっと深すぎて、ちょっともうどうしたらいいやら。僕なんていうのは、その、仲出しをしたことがないんだから、まず。うん。その、娘がどうとかいう話じゃない。そんなの。うん。そうですよね。そりゃそうでしょうね。それが普通であってほしいですね。そうなんですね。やっぱいいですね、イケメンは。でしょ？僕ぶっちゃけ間に合わないですもん。だからもう、生まれ持った顔っていうのもあるんですよ。僕の歪み方っていうのは、その顔がそんなに、なんですよね、和藤慎奈の顔っていうのは。いいえ、その代わりに慣れてないですよね。だから、その顔がそんなんだから、僕、顔以外の理由で薬飲む理由ってないんですよ。薬飲むと顔がシャキッとするんですよ。それだけ。あとは、しっかり働いて、体動かしたら、顔が凛々しくなっていくだろう。いいですね、エリアさんは。あの、初めて会った時か思いましたけど、イケメン羨ましいっすって思いましたね。どうせ彼女いるんだろう。思いましたよ。僕なんかいたこともないんだから。どう思いますか？で、風俗経験は100ないぐらいあるんですよ。そんな、100回ぐらい、風俗が。僕はそんな感じなんですよね。だから女性と接したこと自体がそれぐらい。でもそんな短時間ですよ。要は1時間とかですよ。ちゃんと話し込んだこともないんですよ。
羨ましいんですよ、顔がいい人が。顔がいい男が。顔の良さって心の良さなんですよね。心の良さが顔に絶対出てくるんですよね。行いの良さと。で、そのような両親から生まれたら、そのような顔になるわけですね。僕はね、お母さんがね、可愛い顔なんだけどね、お猿顔だったからね。お父さんはイケメンだけどね、って感じで、こんな顔なんですよ。そうです。で、コンプレックスを、乗り越えれるぐらいの、なんだ、努力。整形してもいいけど、僕、整形なしで、ピアノと現場運動だけで顔をここまで変えてきたわけですよ。薬と。そうです。要するに、セルフ整形ができるわけですね。いや、めっちゃ偏見やば。朝青龍かっこいいですよ、もう、あれは。ひどい。まあ、かっこいいや、かわいいっていうのはね、いろんな意味が、ね、方向性に使えますよね。そうですよね。聞いてる音聞こえます？ナダさんも通話しながらピアノ弾く人ですか？あの人とまた被った俺、行動が。そうですよ、3人のこのね、四天王です。レンフラー含めて四天王としたかったんですよ、僕は。昔そんなことを一瞬言ったことがあるんですよね。レンフラーって知ってます？レンフラー。ラトメイ。まあ、アキさんとラトメイが繋がりない。ラトメイって子がいるんですよ。僕より若い子。それで大体世代が、アキさんが36ですか？4? じゃあ、ナータさんの方が上か。あ、1個上なんですね。そうなんだ。そうなんですか。まあ。何の四天王だ。芸術家四天王。ツイッター芸術化してんのみたいな。
はダメだ。とてもとても。なんかタランテラじゃない曲を弾きたい。もうピアノといえばタランテラになっちゃってるんですよ、僕は。タランテラっていう曲があるんですよね。ああ、鍵盤ライフ誰も見てないわ。鍵盤ライフを意識するのをやめよう。それでいいや。なんですよね。マイクはどこだ？マイクここか。あ、なるほど、そういうことか。エリアさん、スペースしません？ツイッターにスペースって機能あるじゃないですか。あれがこんな感じです。音声通話ですね。ツイッターの通話。うん、誰でも入ってこれますよみたいな。便利ですよ。あ、そうだ、アキさんが、そうです。1年行ってはる間に始まってました。どうです？スペース僕としません？